はい、どうも、不明だよです。今回ですけれども、三が日セレブの情報がまだ来ねえということで、明日ですね、情報が、まあ、間違いなく解禁されると思うんですけども、三が日セレブの情報だけではなくて、新ツムの情報も間違いなく来ると思います。まあ、その辺の、ところをですね、去年の情報を、見ながら紹介していきたいと思います。はい、去年のね、LINE の方を見ました。で、Twitter の方は過去を遡れなかったので、ちょっと LINE の方をね、見ております。で、 LINE の方での告知なんですけども、これこちらですね、去年のね、大晦日セレボがこんな感じで、12月31日の12時にまあこんな感じで告知が来てるんです。告知というか、もう開催の案内が来てて、開催してますよ案内からのこのね、はい、セレクトボックス、クララベルカウと日替わりで、ね、人気のツムが大集合ということで、まあ、全26種3種がね、はい、来ますよという告知が来ております。で、こちらね、これ右下見えるかな、16時ということで、まあ、この辺の夕方ぐらいに解禁されるのかなと思います。はい、ここのね、案内、大晦日セレブのやっぱ案内を来てからの多分案内になるのかなと思います。もしかしたらバナーの方でまた11時に、来る可能性はあるかなと思うんですけども、まあ、そこかやはりここの夕方ですねに告知が来るのかなというところかなと思われます。はい、という感じでですね、とりあえず新ツムと三が日セレボの情報はまあ間違いなく明日来るんじゃないかなと思うんですけれども、はい、っていう動画です。はい、まあいよいよね、まあ大晦日セレボも始まりますけれども、まあ基本的にはこの三が日セレボの情報が来てから引くかどうかを決めた方がいいと思います。基本的にはどうする案件なんですけれども、はい、一応そんな感じのね、流れで行っていただきたいなと思います。この情報がね、来次第ですね、マッハで引くべきかどうかっていうところを、やっていきたいと思います。てか引くべきかどうかってか、引くべきなんですよ。引くべきなんですけれども、じゃあどういう引き方がいいのかとかいうところですよね。すぐパッと見でね、何日目がおすすめとかそういうところは言えるんですけども、じゃあこういう人はこっちがおすすめで、こういう人はこっちがおすすめでみたいなところが、ちょっとすぐ判断できればいいんですけど、はい、一応その辺が判断できれば、その速報と同時に一つのまとめてですね、動画にしたいと思います。はい、という感じでございます。はい、まあ引き続きですね、皆さんコイン稼ぎ頑張っていきましょう。残りもうあと1日ちょいですね。はい、でも1日目はですね、まあ年始変わってからですね、その次の日の11時までなんで、まあ1日と11時間一応ね、はい、期間がありますので、1日目だけねちょっと長い期間がありますので、これね、最初に爆死したとしても、爆死してからまた鬼のように頑張ってガチャを引くっていうこともできますので、はい、まあそういう立ち回りもね、一応頭に入れてですね、はい、ガチャ頑張ってください。はい、まあ私もですね、まあ大晦日セレボからもう4日連続、はい、セレボを回していきますので、私の爆死っぷりもね、楽しんでいただければなと思います。はい、ではね、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは。